はい、稲刈り本番ですけど、なんか天気が怪しいのよね。ここへ来てこうなるわけや。9時頃に雨降るってどうよ、一体。前回出かけたかったのに。ということで、本当は二手に分かれるつもりやったけど、この辺荷台でちょっと雨を様子見ながら狩ろうかな。はい、架空だわ。ちょっと天気やばいので、テストもミスり、出社前にやってしまいます。燃料どんだけ使ったか、もう全部出とるよね。停止水分15.0。石抜き機サクセスナイト選別機計量機で、あれが2番3番のライスグレーダーで、これ2番いわゆる中米ね。でこっちが3番いわゆる古い米という感じで、で最後はあっちでもみ殻が出てくる。一連の流れなので順調にいけば。でこれドライコンプレッサー、サクセスナイト用ね。これがあるとないとじゃ全然色彩選別機の持ちが違うと言います。多いな。はい、サンプルです。いい感じじゃないかな。青ゴミも少ないし、やっぱりちょっともち米一粒二粒混じってるのかな。
はい、試し枯れ予定通り4袋できました。やば、雨降ってる、霧雨、窓ガラスに水滴が、おい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 。はい、張り込みのレクチャーしてます。これ間違えると大変、ホッパー壊すしね。操作間違えないように一個ずつ。空調服も着てフル装備でございますね。カメラも装備しました。でこれ使いたくないけどイボクサー用のツールです。ここに差しときます。よいしょ。でお茶で、これだ、これが問題。やっぱりちょっとやばいぞ。そうや、思い出した、これキー入れてやらんとダメなんだ。これ止めたままじゃダメなんだよな。
ベタ君にオペレーター交代してもらいました。今シーズン初撮りかな。うまいもんじゃい。ぶっ飛ばしとるね。第1クォーター終了やけど、ちょっとケイサスのネットワークエラーが出とるな。調整り470も頑張ってます。はい、第2クォーターの心だ。せえい、おれ。ここ狭いよ。めっちゃ残った。頑張れ。ここ枯れんて。無理よ。買って持ってってすぐ。はい。移動してきて、中林のあたりに来てます。ここら辺は今この田んぼ終わったら順番にずっと列で並んでるので、時間が借り進んでいこうと思います。470初号機もあっちに来てます。でこっちは4701号機。午前中はここで終わりかな。
なんか雨がねしぶしぶ降ってたので逆に涼しくて楽。めっちゃ天気いいってわけじゃないんで助かってます。毎年だいたい気温35度とかでやってるんですけどね、今日は30度あるのかな。これはい、午前中の稲刈り無事終了、昼の心だ、頑張った、順調順調、イエーイ。はい、お昼の稲刈り開始です。お昼も降ってたよ、でもしょぼしょぼと、山の方真っ白だもん、絶対雨降ってるよねこれ。で、こっち ER470 初号機も頑張って2台単成だと早い、もう観測機2台オーバーしてるもん。だからこの辺買ったらすぐ470初号機は撤収のはずでございます。早い早い。すごい、めっちゃ飛んでるし、虫食べ放題やな、ほら。そろそろ飛び立つんやろね。入れ食いですわ。
米たちの痛みがね、すごいすごい。あそこはトンビとなんか白いのが、お、ここにもつがいかな。さっきからずっとこんな感じなんだよな。来るのか。この雨の薄いよね、どう見たって。実は今もチラチラ降ってんだよね。降ってんだけど霧雨だよね、うん、雨が降ってきてたよな。ポツ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 と。ちょっと雨がさっきからしょぼしょぼ降っとるけど我慢して買ってます。これ以上は強くならんからね。スーパーメカニックもそこで手伝ってくれてます。さっきのところでやめるんかと思ったけど、さに洗って、まだ第3クォーター時間ありますからね。ちょうど切り抜いとこまで買ってくれるんやろう。しぶ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 今日一日降っとるよね。はい、午後の休憩時間です。スーパーメカニックは撤収しました。乾燥機あと1台なので、この辺ちょっと買って終わりかな。大浴コーター2台やっと早っ。さっきから雨がシャバ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 降るんですけど、やめるほどでもないっていう微妙な天気が続いてますけど、結局順調に全部進んでるという一体どんな天気だったんだ。まあ涼しくていいわ。はい、ということで休憩に行きます。イエイ。はい、第4クォーターゆめたくんに任せます。若い衆、もうジジイが出んでも全然大丈夫や。あと3枚だけ買って終了にします。今になって晴れてるし、ただ明日の天気もちょっとヤバそうなんで、明日一日枯れますように。イエーイ。